こんにちはにです。今日はですね、こちらでございます。先日平成ガメラのブルーレイボックスを買ったんですよ。で、1と2見たんだけど、めっちゃ面白い。もうね、びっくりするぐらいハマったというか、4、5年前にレギオン襲来見てるんだけど、やっぱり1のね、大怪獣空中決戦見てる見てないとではまた見え方が違うというか、登場する人たちもそのね、1から続いて出てくる人がいっぱいいるじゃない。刑事さん、警部補だったっけかな、あの人とかさ、あとガメラと心の通じる女の子、その2のレギオン襲来だけを単体で一番最初僕見ちゃったもんだから、その心が通じる女の子っていうのがパッと来ても、あ、そういう話が以前あったんだなぐらいな感じな。だからそんなに最重要人物っていうイメージが湧かないままに、なんか特別な人なんだぐらいな感じで見ちゃってたんだよね。だけどやっぱりその一番最初のお話を見てると、こうね、葛藤割りでポッと出てくる東京タワーとかさ、あれがあーってなるんだよね。もうあのギャオスのその後の世界だっていうのがもうすごく強烈にこう印象付けられるというか、なんかすごい感想の話になっちゃってんな。感想はまた別でなんかサブチャンネルとかでやろうかな。まあとにかくすげえ面白かったんですよ。で、面白くて、もうそういえばこの間 HG のガメラが出てたよなと思って、もう速攻ポチって購入して届きました。いやー、これ HG1 でまだ2は出てないんだよね。2早く来ないかな。全4種類でガメラ1995、ギャオス1995、台座付きで、ガメラ1995飛行形態、ギャオス1995飛行形態という全4種類で、4種類セットですね。これがガメラで、わかんねえな、足がついてるかついてないかかな。これ足かな。これが普通のガメラで、でこれがそうか、飛行形態か、足がない引っ込んでるやつだよね。で、ギャオス、どっちが飛行形態かどうかちょっとよくわかんないけど、組み立てなきゃわかんねえな。よし、じゃあちょっと組み立てていきたいと思います。かなり緩い動画になってるかもしれないんですけども、お許しください。もう最近時間がなくて、編集作業とかもそんなにね、がっちりできなくなっちゃってて、だからもうね、タラタラと喋りながら、そういうのをサブチャンネルでやろうと思ってたんだけど、もうサブもメインもよくわかんなくなってきちゃってるね。サブチャンネルは雑談的な感じで、メインチャンネルも雑談しながらおもちゃみたいな、そういう流れでちょっとね、進めましょうかね。こうお顔があって、ボディがあって、で、刺していくと、キュッと刺して、いいですね。ガメラの鳴き声がなんかこう、なんていうの、喉がこうキュッと締まっているような感じ、あれがなんか面白いなって思ったっていうか、ウルトラ怪獣とかでもああいう鳴き声はいないよね。尻尾を刺して、まあ、でもね、やっぱり亀の怪獣っていうかガメラはね、見た目はそこまでグッとは来ないんでね、僕はやっぱりちょっと気持ち悪さはあるというか、あとグロ体勢が子供の時よりもついてるからか、そのガメラが血を流すシーンとか、そういうのも昔はなんか嫌だったんだけど、今は全然大丈夫っていうか、むしろそういうのがあるからこうね、切羽詰まってる感とかを感じるというか、こんなもんかな。おお、いいじゃないですか。結構でかいな。結構でかいよ。これガメラはその 1,2,3 全部同じ形してんのかな。ちょっとずつゴジラみたいになんか甲羅の
フォルムが少し変わってるとか、顔つきが少し変わってるとか、そういうのあんのかな。そういうの全然知らないんだよね。で、次飛行形態か。飛行形態か。こうくるくる回って飛ぶのと回らないで飛ぶのとなんか違うのかな。その辺もよう分かってないんだけど、くるくるくるって回って飛ぶ時もあればさ、なんか普通にビューって飛んでる時もあるよね。これ全く一緒なのかな。でこの部分の裏側だけ埋めてるか埋めてないかとか、だからあのくる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 って回るときはこういうときくるくる回るんですよとか、そういうなんか一定の決まりがあるんだったら知りたいなって。よいしょ、結構硬いね。ドライヤーで温めて入れた方がいいのかな。こういうのってこう向きが刺さって入っていく向きがちょっと自分の考えてる方向と違ったりする時があるんだよね。入ったかな。これでも台座がないとちょっと中途半端な感じに見えるね。なんか足欠損したみたいな感じにも見えなくもないか。ないよね、炎エフェクトとかそういうのないよね。ここにこうくっつけるやつとか、なんかしらね、こう飛んでるように見せるものが欲しいっちゃ欲しいけど。なるほどね。個人的にはこっちの方がいいな。よし、次ギャオス。チョキチョキと本体を切らないようにしないと。ギャオスは最初2体数が分かんなくなってるね。え、複数体出てきたっていうのにちょっとびっくりしたっていうか。で福岡ドームのね、あん中に入っちゃう、あれもすごいびっくりした。だからでかいもんだと思ってたから、ずっとあんなドームの中に入ってあのサイズなんだって。そしたらね、だんだんでかくなっていって、なんか顔つきも最初は目がキョロッとしていて、まあ可愛いって言っていいのかどうか分かんないけど、まあね、そんなにこう鋭い目つきじゃなかったんだけど、終わる頃にはめっちゃ、これ終わる頃のお顔だね、なんか鋭い目つきになっていて。でこうかな、これ刺して、うわすごいな、これこっからさらにここ刺すのか、ボリュームあるな。ん？違う？違うか。まあ、ちょっとあんま焦らず分かるところから刺していこう。これで下半身、これが下半身かな。下半身、ちょっと羽先つけんの失敗したかな。足だなこれ。先に足を組んでからの羽だったね。こうですね。からの反対刺して。で、羽は、ここ。心もとない感じなんだけど、くっつき具合が。これいいのかな。まあこれはちょっと後でかっちりとなんか温めたりしてやってみましょう。とりあえず今はくっつけるってことで。おお、きたきた。これはちょっと、あ、自立できるね。台座がついてたけど全然問題なく自立できる。ほい、もう
ちょいもうちょいキュッとこの境目が分からなくなるぐらい入れたい。まあ、でもいいや、それは後で調節するとして、うん、いいです、いいですよ。次のやつも行こう。ギャオスはね、やっぱり東京タワーのあの上になんか巣みたいな感じにねしてちょこんといるあの絵面がすごい印象的。あと一番最初のあのペッて出してるね、あのゲロじゃないけどさ、なんか白いやつからメガネとかが出てくる、あそこ、まあ一番最初あれでおおってなったね。あの表現すげえと思って、だからガメラのっていうか平成ガメラ見ていて思ったのは、結構その描写がグロいというか、ギャオスのねこの空中大決戦、空中決戦、大怪獣空中決戦か、これもさ、これちょっと待って、どうだこうか、その人が襲われるシーンとかが結構怖い感じになってたじゃない、すごい恐怖感あふれるというか、だから子供向け映画でありながらでね、ガメラは子供の味方的な感じな表現とかもあるけども、その怖いシーンはめちゃくちゃ怖く作られていて、それがねすごい良かった。あとまあガメラが血を流すのもね、あれもやっぱりちょっと怖い感じしたりとか、まあでも逆にこう怖いんだけども生き物感っていうのも出てて、あまたやっちゃった、足先だったな、これどっちだ、こうか、よかったんだよね、うん、これ違う、ちゃんと確認しろよって、こっちか、生物的に行くとこうだよな、生物的に行くとっていうか、その生き物的な足の構造から行くとこっち側に向いてないとおかしいんだけど、入った入った入った、結構硬いね、よいしょ、羽のこの部分、この継ぎ目とかが結構細い感じでがっちり感がちょっと足りないところはあるけど、できた、あこれはいいわ、飛行モード、ギャオス飛行モード、いいよ、羽のこの長さもすごい長いし、こうスケール的に合ってんのかな、ガメラよくギャオスに勝てたな、結構違うぜサイズ、しかも途中まで2匹体制だったからねギャオスね、口から火球でいいのかな、バーンって出してね、これはいいよ、あのネットでセットになってんのを1500円ぐらいで買ったんだけど、ガチャいくらなんだろう、500円なのかな、なんかガメラすごい安かったみたいな感じなのを見た記憶があるんだけど、そうすると300円でこれはめっちゃいいな、500円でも別に全然500円かって思うぐらいなあれだけど、素晴らしいね、ガメラいいな、ボリューミーだし、うん、いや最高です。ちょっと近々ね平成ガメラの感想的なやつ、まあ、それぞれ、ね、各映画で喋ってってもいいんだけど、サブチャンネルで
なんか喋りたいなっていうか、今もちょいちょい喋ってたんだけど、本当ねすごい良かったんで、でガメラの映画をねその見て、シンギュラーポイントはもしかしたらここら辺でちょっとこうしくってるっていうか、シンギュラーポイントのその評判って結構割れてる感じするじゃない。すごい面白いっていう人もいれば、なんかいまいちピンとこないとか面白くないっていう人もいるし、僕は面白いと思って見てるんだけど、でもなんか引っかかる部分はあって、その引っかかってる部分が何なのかっていうのがガメラの映画を見たらなんか分かったような気がするというか、うん、なんかガメラではこういう形でやってるからうまく回ってるけど、シンギュラーポイントではそうしてないからなんかこうしっくりきてないみたいな、そういうのがちょっとあって、その辺もなんかこうどっかで喋れたらなみたいな。今から喋ると多分ね10分20分喋っちゃうからね。簡単に言うと、やっぱり科学者の見てる方向性がなんかシンギュラーポイントよく分かんないっていうか、ガメラに登場する科学者っていうか、その有識者って生物学者というか、なんかね生き物系の人たちじゃない。だから生き物系の人たちがこういう怪獣を見て、怪獣の生態であったりとかね、そういうところでこう話が進んでいくからすごく分かりやすいんだけど、シンギュラーポイントの科学者たちは怪獣たちに対してこうちゃんと対面してないというか、彼らの興味はそこじゃないところにあって、だから怪獣と戦うために何かをやってる感が薄いんだよね。だそこら辺がなんかこうちょっとシンギュラーポイントはぐっとこう入り込めないところの一つなのかなとか、まあそんなことを思ったりとかしていて、うん、まあそれはまたどっかでなんか機会があれば話をね、雑談とかしてみたいですね。はい、そういうわけで HG ガメラ1、組み立ててみました。いかがだったでしょうか。それではまた次の動画で、バイバイ。